皆さん、おはようございます。のんです。今日は、北マケドニアからアルバニアへ陸路で国境越えをしたいと思います。そして、その様子をお届けしたいなと思います。では、行ってきます。無事にアルバニアに到着しました。パチパチパチで、まあ、アルバニア国境越えをしたんですけども、それからはティラナに泊まって、で今シュコダルというティラナから、北に2時間弱くらい行ったところのちっちゃい町におります。まあ、シュコダルも一応通過点というか、最終到着、最終目的地ではないので、ここからまたしばらくしたら移動する予定です。はい、次行くところが、まあアルバニアで一番行きたかったというか、もうこの東ヨーロッパの旅で一番行きたかったと言ってもいいくらい行きたかったところなので、ちょっと楽しみですね。まあ直近でなんか大きな地震があったみたいでして私北マケドニアにいる時に全然気づかなくて、震源地はどこだったっけな、ボスニアだったような気がするんですけど、マグニチュード5とか結構大きい地震があったようです。はい、まあ、その後はその体感レベルではまだないんですけど、まあ、ちょっと状況を見つつ、決めたいなという感じでございます。はい、でですね、今回の、陸路の国境越えは結構、まあ、難易度が若干高めでして、っていうのも自分で乗り継ぎをしなきゃいけなかったんですね。オフリドからティラナに直で行くっていうのがなくて、距離的にはすごい、直線距離だと多分何キロだろう、キロちょっと分かんないですけど、2時間とか3時間とかで着くような距離なんですけど、一回別の町で乗り換えなきゃいけないっていうのがあって、でまあそれをやって、でバスはいつも通り1時間遅れ時間通りに来たことがあんまりないんですけど、まあちょっと遅れてやってきて、無事に国境越えをできました。で、国境越えは今までで一番楽と言っていいほど、ただバスの中に座ってパスポートを渡して待ってるっていう、一番なんか楽な国境越えでした。まあ、今ヨーロッパの各地どこ見てもかなりこう入国制限が変わっていて、数ヶ月前よりもうほとんどの国が多分証明書すら見せなくても入国できるくらいのレベルになってるところが多くて、私もちょっと最近見てなかったので。久しぶりにこういろんな国をチェックしてみたら、かなりなんだろう、こうハードルが下がってて、まあちょっとびっくりしましたっていう感じで、ゴールデンウィークももうすぐなので、今回はすごい長いですよね、連休が。
ちょっと海外にいると日本の休日をちょっと忘れそうになるんですけど、まあ、今回はかなり長いということで、ね、行きたいところに行きたいなっていうのと、実際この大型連休とか、丸一日こう土日以外でがっつり旅に時間を使うっていうことが今まで多分なかったので、それこそ一日祝日だったりとかそういうのはあったんですけど、こうまとまった休日っていうのがなくて、こう丸一日こうどっかへ行ってみたいなことってあんまりしてなかったので、ちょっと楽しみではあります。それでですね、今回何話そうかなって思ったんですけど、なのでちょっとここにメモをしたんですよ。どれにしようかな。サッカーの遠征で今まで、まあアジア中心に結構行ってたんですけど、その時との違いっていうのがまあ結構ありまして、まあ、もちろん目的が違うのであるんですけど、まあ、ちょっと代表的なのを何個かお話しようかなっていう感じでございます。とね、まず、まあ自分で全部手配しなきゃいけないとか、そういうのは当たり前なんでちょっとまあ置いといて。そうですね、サッカーで行くとやっぱりコンディションが一番大事になってくる。まあ自分自身で旅してても体調は大事なんですけど、それ以上にやっぱりパフォーマンスのコンディションが一番大事っていうのがあったので、食事、生野菜とかフルーツとかほとんど食べてなかったですね。特に東南アジアとか行った時とか、まあ中国とか行ってもこう北京とかじゃなくて小さい町とかに、地方の方に行った時とか特に生物とか、こう水を使ってるもの、水道水を使ってるものとかはあんまり食べてなかった。水道水を使ってるものっていう表現がちょっとあれですけど、なんだろう、こう水道水で洗ってそのまま出てるもの、生野菜とかフルーツとか、まあそんな感じじゃないですか。それはなるべく口にしないようにしてて、あとまあもちろん水道水、今も水道水は飲まないですけど、でももっとなんだろう、ストイックというか、もううがいする時とか歯磨きとかもミネラルウォーターを使ってやってた記憶がありますね。今はもうガンガン普通に歯磨きとか普通に水道水でやってるし、なんならポットでお湯沸かして何か飲む時とかも水道水使ってることが多いですね。まあ、あまり良くないかもしれないんですけど、今んとこなんかすごいお腹壊したとかないんで、はい、そんな感じがまず一つ。あとは、まあ、ローカルの屋台とかの食べ物をもちろん食べないですね、サッカーで行くと。まあ、そもそもホテルで食事が出るので、バイキングとかそういう食事が出るので外食するっていうことはほとんどないんですけど、まあその屋台、ローカルの屋台とかで買って食べないようにっていうのは、まあ当たり前にあったかなっていう感じです。はい、今ガンガン食べますね。むしろこうローカルの屋台で売ってるものの方がレストランとか入るよりも美味しかったりするので、そこは今はあんまり気にせずに食べてるっていう感じです。はい、それこそこう道端とか青空マーケットみたいなのかなりこういろんな町で開かれてるので、こう新鮮な野菜がバーって並んでて、それを普通に買って食べたりしてます。はい、でまあこれはちょっとあれなんですけど、カバン、リュックを結構遠征の時って背負ってることが多くて、まあ、今もリュックなんですけど、こう遠征の時とかって本当なんかスリが怖すぎてすられるんじゃないかっていうのがすごい
あったので、常にカバンを前に背負って歩いてたんですけど、今はもう全然普通に後ろに、こう電車乗る時とかも普通に後ろにこうやってやってますね。なんかむしろ前にこうやって背負ってたら明らかなツーリストっていう感じで余計目立っちゃうんで、ただでさえもこうアジア人がいないので、このアジア顔が目立ってしまってるので、結構こう話しかけられたりとか、結構ゼロゼロ見られたりとか割とあるので、まあ普通に、割と普通にもうなんかローカルに馴染むようにできるだけ過ごしてます。で、私のこうリュックを選ぶポイントといいますか、まあ、後ろに背負っててもこう別に取られても大丈夫なものしか入れてなかったりとか、貴重品は内ポケットに入れてたりとか、あとまあ今まで一回も使ってはないんですけど、ダミーの財布入れてたりとか、使ってないカード入れてたりとか、まあ、そんなはありますけど、本当に幸運なことに今までこうすられたこともなければ、すられそうになったこともなければっていう感じですかね。なんか危ない目にあったことはなくて、これはかなり、まあ、ありがたいというかラッキーなのかわかんないですけど、まあ安全に旅をできているという感じです。はい、まあパッと思いつくのはこのくらいなんですけど、多分まあ話してたらなんか思い出しそうだなっていう感じですね。もしなんか質問とかあったらコメント欄にいただければと思います。ほんで今シュコダルという町なんですけど、まあそんなにないんですよ何も本当にちっちゃい町で、普通に数時間で見て回れるというか、見て回るところもシュコダル港くらいしかなくて、でまあ湖もシュコダル湖っていう名前がついてるにもかかわらず、アルバニア側からの湖のツアーって多分ないみたいで、モンテネグロ側からシコダル湖のツアーは結構あるみたいなんですけど、なんかこっち側からはあんまりなくて、まあ残念っていう感じですかね本当もうモンテネグロすぐなんですよ、数時間くらい、モンテネグロの国境まで、そんな感じの場所ですシコダルは。はい、でも意外とこう交通の便が良くて、ティラナまでは30分に1本くらいバスが出てて、で道ももう全然フラットというか、もうこんな道ではなくて、普通にずっとスマホをこうやって見てたり、なんか文字打ってたりしてても全然読まなかったんで、かなり快適な移動でございました。はい、ということで、まあ、ざっくりお話はしたんですけど、こんな感じで今回は終わろうかなと思います。ではまた次の動画で、バイバーイ。 I like my coffee black, no milk, and hold the sugar please. Can't take too much because the jitters just ain't good for me.